オートデスクはオートキャドに代表される図面作成ソフトウェアを主に開発している企業である。カナダドルがまだ一般的でなかった1980年代に PC で稼働するオートキャドをリリースし、その低電さ使いやすさで設計事務所を中心とする設計の裾の市場をしばたたく間に設計するとともにソフトウェア市場にカナダドルという新たな分野を確立する。 1986年のオートキャド2.1では、アドオンプログラムの開発を可能にするオートリスプを搭載し、これにより、分野により異なっていた設計手法を便利にする様々なツールが一般において開発される可能性を開き、さらに市場を広げることに成功した。また、ここから新機能とされるものも多く生み出された。一方で、当初リリースしていたユニックス版、 マック版のリリースを中止し、さらに Windows の普及とともに MS DOS 版も中止され、1997年以降は開発を Windows に集中させた。これは1990年代に入って AutoCAD を製造分野、建設分野、電気分野など各業界向け機能を搭載したものに分割すると、ともにオートデスクメカニカルデスクトップや オートデスクインベンターシリーズなどの3次元カナダドルのリリースなど多品種化を選択したことも影響している。さらに、この時期には、プロ、エンジニア、ソロットワークス、ソリッドエッジなどの新たなカナダドルソフトウェアが急成長し、またその高機能を活かすことのできる高機能 PC も現れたため、汎用低機能カナダドルである従来型オートキャドでは、 競争力が維持できないとの判断もあった。しかし、オートキャドの二次元におけるシェアは非常に大きく、後続の新世代型カナダドルでも、オートキャドのファイル形式である DXF や DWG を読み込むことができると歌うことが、シェア拡大の重要課題となり、これを封じるため、オートデスクは何度も訴訟を起こすこととなり、これは現在も続いている。 キャロル・バーツ CEO 時代にはディスクリートロジック社やエイリアスシステムズ社を次々に買収し CG 関連の充実化を進め2008年にはソフトイマージ社を買収することにより 3DCG 業界の三大ソフトウェアであるマヤ、y a 3 d s Max ソフトイミッチ XC のすべてを手中に収めている状態にある近年ではソフトウェアの開発販売のみならず ウェブアプリケーション分野にも進出している。日本法人はオートデスク株式会社。オートデスク株式会社は、米オートデスク社の日本法人である。代表取締役は、小田博義。これまでに、パトリック・ウィリアムス、中村京器、ルイス・グレスパン、木沢森を、志賀哲也が代表を務めた。本社は、ハルミアイランド・トリトンスクエア・オフィスタワー X に所在。 その他日本国内では、大阪、名古屋に営業所が存在する。AB オートデスク株式会社第36期決算、広告、ケネスウォン、2006年及び2008年の訴訟について、伝える記事。キャドリスト、2018年6月4日閲覧。ありがとうございます。